Globus。皆さんこんにちは、コネクティッドインダストリー時代の人材組織戦略ということで、まあ、相当な人数の方々が集まっていただき、せっかくですのでなるべくフロアにも開きながらやっていきたいなというふうに思っています。全体会でコネクティッドインダストリーズという話が出てきていまして、で、一方では牧野さんの方からもお話があったように、ベンチャー業界ももう長く、ね、IT ベンチャーも長く、今日は20年選手19年選手みたいな会社もありまして、でそういう意味ではベンチャー業界も相当その、まあ、成熟度というかですね、生態系も整ってきていると。一方ではご案内の通り、その労働人口、特に労働市場というところがどんどんここから資本市場、顧客市場に比べても重要度は多分増していくんじゃないかなっていうような仮説はあると。こういう中で、まあ、どのベンチャー企業も人材獲得競争みたいなこと、もう少し言うと人がもう少しいればもっと伸びるのになるっていうようなことも抱えていたりする、一方では非連続の成長をどんどん皆さんやっているということの中での難しさも、これ何週目かになってきているので出てきているというようなこともありまして、大変組織開発、人材開発についての経営者が哲学を持っており、そういうことでの施策をたくさん、打ってらっしゃるような会社さん3社さんに今日は来ていただいて、皆さんと議論をできればなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。まずですね、なるべくインタラクティブにはやりたいと思っているんですが、私の方からは3つぐらい、皆さんにちょっとこんなテーマで聞きたいなということを伺っているんですけれども、今申し上げたようなこの労働市場がね、やっぱり結構大変だと。で、宇佐美さんのところは、私ももう長いお付き合いなんですけれども、そういう意味では、99年から始められてということで、ビジネスモデルもかなりピボットされてこられているっていうことだと思うんですよね。そういう中ではとてもその人材獲得が上手でリテンションも上手でっていうところで言うと、採用戦略あるいはその人材戦略というところでこんなことをやってきている、その背景にある思想はこれだみたいなことですね。どうやって比較優位を作ってきているのか、おそらく事業戦略もあると思うんですけど、組織戦略がすごく私は強いなと思っているので、ちょっとそこをお話しいただいてもいいですか。はい、宇佐美です。当社の場合、比較的新卒採用において、いろいろ他の会社さんと比べて特徴を持っているアプリ施策があるかなというふうに思います。例えばインターンであったりとか、いろいろな種類を毎年今行ってます。インターンだけにとってみても、多分今年間で、種類違うものが6個ぐらい多分同時的に、念のため今全体で何人ぐらいいる会社かっていうのもちょっと、今ですね、グループ全体で今400人ほどいます。で正社員で300ちょっとぐらいで、毎年新卒採用で、15名から25名ぐらい採用しています。で中途採用で毎年採用しているのが30人から50人ぐらいです。で今全体の中での新卒比率が約 40% ぐらいで、平均年齢が31歳ぐらいと、そんな感じです。で、その中で、そういったその特にこう新卒採用を強化するっていうことを、2007、8年ぐらいから意識的に取り組みの方を始めてきました。でこれのきっかけですけれども、私自身ですね、2005年から2010年までサイバーエージェントという会社の取締役も兼務していまして、サイバーエージェントで、ご存知の通り98年に藤田さんが創業されて、最近だとアベマ TV であったりとか、非常にネットベンチャーの中でも成功している会社の中で、我々99年に創業してですね、1年しか違わない会社なのに、なんでこんなに差があるんだろうと、どこにその差があるんだっていうことを、いろいろこうある意味外から見るのではなくて内部から見た時にですね、一番まず驚きだったのが、その新卒採用にかけるその会社全体 その取り組みですね。でかつそこの新卒採用のメンバーになることが、なんかこう会社の中で あいつはイケてるやつなんだというような、このエース投入するみたいな形ですね、雰囲気作りですね。で、その最初のいわゆる新卒採用の年度の採用のチームのキックオフがあるときに、そこに必ず藤田さんが来て、この君たちはもうまさにこの次の
最後の仲間を取るたちのもう優秀なメンバーなんだという形でやっぱ鼓舞するんですけど、まあ、それを見て、あ、僕がこう会社を作ってからいろいろ採用に出会ったりとか人材周りで出会ったりとかいろいろこうやってきたつもりだったんですけれども、全然違うなと、なんか感覚的には3倍から5倍ぐらいそこに対して熱量が違うなっていうのを見まして、まあ、当然僕らその当時栽培人のグループ会社ではありながらも独自で採用をやっていたので、この栽培人とかこの規模で新造採用をやってるのに対して自分たちが少なくとも同じレベルかそれ以上でやらないといい人取れないなと。なぜなら親会社と子会社で両方受けてる新造採用の人がいた時に、まあ、普通どっちとも受かったら、まあ、普通親会社行きますよねまあ、それもあったので、逆に言うとこう栽培人とかできないやり方をどうやったら僕らができるんだろうかっていうのは実は新卒採用において、もしくは中途採用においても実はそこが一つ その考えるきっかけというか背景としてやってきています。一番そこでなんか刺さってるっていう感じは、うん、その栽培と比べての比較優位みたいな話で言うと、まあ、やっぱり栽培人とかしたら多分今新卒で多分200人とかそれぐらい採用してると思うんですけれども、やっぱり200人を採用する採用のやり方ってどうしてもある程度こう大きくこのなんですかね、こう母数を集めてそこからやっぱりこの狭めていくって、まあ、こういうアプローチになりやすいのに対して、まあ我々のようなまだ15名から25名ぐらいの場合ですと、まあ、ある意味もゲリラ戦で、まあ、一人一人こうどうピンポイントで見ながらもこの一人に対してじゃあどういうその採用のこのアプローチからして、まあ、最後のそのクロージングのところまでやっていくのかっていうそのなんですかね、こうゲリラ戦をどうやるのかっていうのが基本的な考え方ですね。そういう意味ではインターンとかをかなり、うん、取るところの絞り込みも上手にやってらしてっていうところですよね。基本的に新卒採用、まあ、僕のこれ持論ですけれども、あの早期接触、あとはこう多頻度接触、というのはやっぱり恋愛と同じですね、はい、いかに早く接触を持っていかに早く知ってもらって、興味を持ってもらうのかっていうのがやっぱり重要なので、そうするといわゆる本選考で、いわゆるその大手求人媒体さんが使っているようなところに対して告知をしていたともう圧倒的に遅いんですよね。なので、まあ、夏のインターンであったりとか、まあ、その春のインターンであったりとかっていう、まあ、もしくはもうその前のところでいかにその学生の方との接触を持ってっていうのは大事になってくるかなというふうに思っています。中途は、で中途に関しては最近はリファラル採用と言われているようなその社内の中での、社員口コミですよね、はい、っていうのがやっぱり増えてきてます。多分今全体の中でも 30-40% ぐらいがリファラル採用ですね。これはちょっと後ほど他の会社さんも伺いたいんですけど、うん、一方でね、はい、すごく難しいなというのは、うん、さっき牧野さんがおっしゃっていたその労働分配率みたいな話で、やっぱりベンチャーってどうしてもどちらかというと給与を抑えてもらって、まあここから その成長の機会がありますという形で取ってきているので、はい、新卒はそれでいけると思うんですけど、うん、中途で本当にピカピカな人を取ってくるっていう時にやっぱり金額の真逆が合わないみたいなことってすごくあるんじゃないかと思うんですけど、はいはい、中途はその辺はどうですか？まあ、実際あります、うん、でただまあ一応僕らの企業水準に対しての基本的な考え方っていうのは業界水準よりも、まあ、プラス 10% ぐらい上の給与水準にしていこうっていうのを基本的なコンセプトにしています。で多分新卒に関して言うと今、まあ、入社すると34万なんですね、うちの場合ですと。でそれで家賃ほどがまあ5万つくので、そうするとまあ460万ぐらいからスタートするので、多分業界水準から見ても 20% から 30% ぐらい高い水準でスタートしてるんだと思います。ただアメリカみたいに資金調達したものをエースに貼るみたいなことはやっぱり難しいですよね。そこはなかなか難しいですね。ただまあ最近ですよ、やっぱりその、やこの AI 経験者であったりとかそういう人たちをやっぱ採用するときにはやっぱちょっともう給与テーブルとはちょっともう別のところで採用せざるを得ないなっていうのは、これやっぱり業界がその育ってきて、はい、ベンチャー何社目かみたいな人で、うん、ストックオプションをもらってでも紙くずだったねみたいなことの経験も出てきちゃっていて、そういう意味では本当にその AI のところみたいなところで言うとピカピカの人はかなりハードキャッシュ貼らないと取れないみたいな、私も今ちょっといろいろ苦労してるんですけれども、あのそういうところがちょっとここからの課題かなとは思ってるんですけどね。なのでまあ正直そういうところに関してで言うと中途採用はもう難しいので、やっぱり新卒でまあそういう人を取っても 2,3 年かけて、
っぱりこう育成していくっていうのしかも正直ないのかなっていうのは思っていますね。ありがとうございます。西田さん、はい、今の話で言うともう19年、17期目が終わります。あ、そうですよね、はい。まあ、新卒中途採用、まあ、労働市場における比較優位性どうやって作っているかっていうところですよね。そうですね、多分うちだけ上場してませんので若干ハードデータを少しお伝えした方が分かりやすいかと思いますが、一応2010年の時は社員が100人ぐらいの会社で、まあ、売上も言ってしまうと出て外に出てますので20億ぐらいの会社だったんですけど、前期でちょうど社員が2000人ぐらいで、売上が340億までいってますので、まあまあ未上場の中では頑張ってる方じゃないかなというふうには思います。で、今年の4月は新卒が340人入ってますので、牧野さんに習って無限採用、しようということでやってまして今年の来年の4月か来年の4月は、420人を計画して今取っているという状況になります。で、まあ、特にそのやってきた理由は、ここのマーケットは当たるなと思った分野のビジネスがいくつかありまして、まあ、そうするとある程度優秀な人材を、まあ、投入する必要があると、僕らどうしても労働主役的なモデルがやっぱりあるので、なのでそれは海外マーケットにしかり、エンジニアしかり、まあ、それぞれ結構力を入れてきましたと。なので全体でいうと海外の、まあ、外国人の方がうちだと今500人ぐらい、なのでまあ全体の2割ぐらいになってまして、あとエンジニアも400人ぐらいいますので、これも全体の2割ぐらいまでいっていると、まあ、イメージは昔から知っている方は非常にこう営業に強い会社というイメージがあると思いますが、はい、まあ、少しずつまあピボットしてきて今に至るという状況になります。で、新卒はですね、そのさっきの宇佐美さんの話とすごい被るんですけど、やっぱインターンめちゃくちゃ力入れてまして、今年間3万人全部でエントリーがあるうちの、うちもリファラル、要は知人友人からうちの会社を知ったっていう形で、来る学生が3万人中半分ですね。で、それは何がいいかというと、インターンに参加できる人は120人ぐらいしかいなくて、うちも夏と秋と冬にやってるんですけど、120人ぐらいしかいないんですけど、応募は5000人ぐらいいるんですよ。で、この5000人は結構スーパースペックの高い子たちが受けに来て、結局うちの場合受けれずに悔しくて、本選考に来るみたいな仕組みができてきてるので、実はインターンに来る人の友達が結構良かったりしますよね。そこはすごい機能してるんじゃないかなという気はします。なので新卒は多分それによって結果的にその結果離職率も分かった人たちが結構来るので、結果として離職率も下がってエンゲージメントが高い人がそもそも入ってくる、なので人数が増えるごとに毎年離職率も下がってるっていう構造なので、まあ、結果としては中途新卒の比率でうちだと新卒が 50% ぐらいですかね、はい、までなってきていて、だいたい年間中途が300人ぐらいで、新卒も300人強取るんですけど、まあ、新卒の方が離職率が低くて、ちょっと牧野さんの話聞いててちょっと痺れてましたが、言っても新卒の方が給与安いので、中途に比べると結果として生産性は高まるっていう構造にうちの場合はなってるっていうイメージですかね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい。さて平尾さんなんですが、私も次元さんはゾイドというアドバイザーをやっているので、はい、どこまで何を話していいか分からないなと思いながらちょっと伺いたいなと思ってるんですけれども、はい、まあ、トリプル25ということで、まあ、業績絶好調という感じもしますし、M&A もガンガンやっているということだと思うんですけれども、まあ、採用戦略みたいなことですかね、比較優位性どうやって作っているのか、特にMA をたくさんやってらっしゃるので、まあ、PMI フェーズのものもたくさんあると思うんですけれども、はい、その辺ちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね、私も朝のセッション伺ってて、私の尊敬する牧野さんからの、やっぱりベンチャーはちょっと給料が安いんじゃないか問題、落ちてますいろいろちょっと考えさせられた意識だったなと思ってるんですが、やっぱり次元自体もですね、やっぱりそこ自体は課題の一つですし、どん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 こう、まあ、会社の規模と同時にそこの社格を上げていくってことに取り組んでいるんですが、一言で私たちの採用の比較優位っていうところを申し上げると、もう完全にですね、エンプレアビリティをどう上げていくのかっていうことに尽きるというふうに思ってます。どういうことかというと、次元で育った子たちが次どのくらいの価値までレバレッジがかかるのかっていうところに集中をしているので、それが転職市場だろうが起業家としてだろうが、そこでどんくらい非連続な成長ができる、そんな挑戦の機会がどんくらいあるのかっていうところにこだわって場作りをしています。
で今日事前でもその一番のテーマでエンゲージメント上げていくのかって議論があったんですが、あえてちょっと私出させていただきたいのが、あんまり今の時代そのこのエンゲージメント上げていくこと自体は私はどうなのかと思ってる経営者の一人で、どちらかというとその会社とそのまあ人との関係性がちょっと変わってくるタイミングであるのかなと思ってます。やっぱり副業前が解禁時代であったりとか、あとはそのチームで参加してくるとかオープンイノベーションとかある中で、やっぱり私はその会社と人っていうのは別に何ていうんですかね、あの関係性でいうと結構ドライかもしれないんですが、フェアでオープンであるべきって思って対等であるっていうふうに思っているので、いかにそこの価値ある場を作っていくのかっていうところに集中をしてやらせていただいているっていうところが、一番簡単に言うとうちの比較優位になっているのかなというふうには思ってます。はい、価値ある場を作っていくっていうと、まあ、これはもう逆に皆さんに開いていきたいんですけれども、あの私がたくさんお手伝いしている企業さんとかでいうと、やっぱりあのどうしても成長ステージが上がってくると成長がこう寝てくるっていうようなことがあって、まあ、辞めていく人たちの中では成長ステージがもうちょっとアーリーなところにスタートアップに抜かれていくみたいなことっていうのはもうこれ世の常としてあるんじゃないかと思っていて、そういう意味で平尾さんのところは、まあ、すごい勢いで成長してるっていうのはあると思うんですけど、はい、そこはどうやって高めてるかみたいなのどうですか？そうですね、私たちその成長の機会3つ考えているのがありまして、そもそもその事業ドメインが広いんですよね。単一事業でやってませんというのは1つあります。でそこが常に伸びている、全部事業が伸び続けている構造を作っているので、結構でかいドメインで、本当に小さいところから入っていくというやり方をやっています。であとはもう1つは M&A ですよね。どうしてもこう単一事業になってくると、組織のやっぱり結節点をこうミドルで置いていくであったりとか、コミュニケーションのチャンネルをこう設計していく中で、どうしても上積まりの組織であったりとか、ユートピアの狙ってんだけどどちらかというとディストピアになっていくような構造的ジレンマがやっぱりあると思っていて、そこに対してやっぱり事業は選択と集中した方が絶対いいんですけども、組織はある程度分散を働かせないとやっぱり上詰まりが起きてしまったりとか、その組織自体のその求心力と遠心力の概念がずれてくるタイミングがあるので、事業的には戦略と集中をするんですが、ポジションドメインが広がっていく構造の投資をセットでやっていかなきゃいけないっていうのを一緒にやってるっていうイメージですね。でも M&A やるとその人たちもついてきちゃうじゃないですか。そうですね、だからそこのポジション結構詰まってたりはしますよね。はい、ただ我々の M&A っていうのはどちらかというと本当にオープンイノベーションで、一緒にその未来を描くために、彼らではちょっと詰まってきてるところに対してお互いのリソースを掛け算でやることによってもっとでかい絵が開けますよってことをやってますから、もっとポジションが必要になってくるんですよね。それで我々から送り込むのか、彼らにいらっしゃる方と、まあ、あの競争するべきなのかということをやっていったり、社内の中でも協調と競争のバランスがちゃんと取れてくるべきかなというふうに思いながらやっています。はい。ボヤージュさんは多分求心力遠心力みたいなことを何回か経験してこられていて、はい、でまあ、人抜かれたりみたいなこともあるし、でも価値で、特に私がやっぱりすごい素晴らしいなと思っているのはチームでイノベーションみたいなことを言っているので、チームでの成長みたいなことの機会をいっぱい作ってるんじゃないかと思ってるんですけど、どうですかね。そうですね、今あのフェーズでいくと、まあ、2010年前後ぐらいからそのぐっとこの求心力をベースとした経営をやってきて、まあ、それによって今、まあ、あのここ3年ぐらいこの働きがいのある会社でも、まあカテゴリーの中で1位を取らせていただいているというのが今続いてきているかなというふうに思っています。ただ一方で、ここ最近そういうカテゴリーで1位になっているっていうこと自体が、まあ、ある意味いいことでもあるんですけれども、これってどうしても遅効指標で、まあ、1年前2年前にやったことの結果に過ぎないんですけれども、まあ、ある意味それを守るがためにそういうこの、組織自体やっぱ内向きになりやすい部分があってあるなというふうにもちょっと思っていまして、まあ、これ今ちょうどこう去年ぐらいずっと役員の中で話をして、まあ、2020年ぐらいにかけてもう少しその内向きの部分だったものをこの緩やかなこのチームグループっていうところに今こう変えていこうっていうのを今会社としてはやり始めてますね。そこで言っておられる求心力っていうのは、うん、はい、かなりその、まあ、文化であるとか、はい、理念浸透みたいなことに力を入れてらっしゃるんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、うん、その理解は正しいですか？そうですね、はい、うん、だそれを、まあ、当然その理念浸透であったり文化浸透が しなくてもいいってわけじゃなくて、もうある一定もうレベルもできてる部分があるので、じゃあ価値観の共有みたいなのですかね。はい、今度その、まあ、事業ドメインを広げたりであったり、そのよりチャンスをその挑戦を会社としてそのより後押ししやすいようなスキームをどういうふうにこう実現していくのかっていうことを、まあ、考え始めてるっていうそういうところですね。どんどんカットインしてください。いや
なるほどなと思って、そうですね、 うちも17年やってますんで、ですね、実は今売上が前期340億のうちの、5年前に立ち上げた事業が売上の4割なんですね。なのでいわゆるこう前の事業が成長速度が遅くなり、まあ、新しく始めた事業は非常にまあ 150%、200% で伸びていくみたいな構造になっているので、まあ、やっぱり昔からある事業が衰退化していく構造が正直中では生まれていますと。で僕はすごいあの組織論において思っているのはそのやっぱ人間やりたいやつにやらせないとダメだなっていうのを思っているので、いかにやりたいと思わせる文化を作るかだなと思っているんですよね。でそこで言うと、まあ、3つ僕はポイントがあると思っていて、一つはそのまず思いを共有すること、まあ、いわゆる理念を共有するとかだと思うんですけど、まあ、いろんな手法を通して思いを共有すると、まあ、社員総会とか、まあ、なんかあの社内法とかいろいろあると思うんですけど、で二つ目に、まあ、成長機会の提供、とにかくそのメンバーがこの会社で働くということに対して報酬を感じる、まあ、成長報酬、まあ、感情報酬、まあ、金銭報酬いろいろあると思うんですけど報酬感じる、で最後3つ目が、まあ、多様性のある働き方で、まあ、ちょっと働きがっつり働けないんだよなみたいな人たちが増えてくる時期なので、あの女性も男性もなので、まあ、そういった人たちが、まあ、短い時間でも、まあ、閉ざされた場所であっても、まあ、ちゃんとできる長時間労働から長期間労働側に少しシフトをしていってる、はい、でその人たちは昔からある事業を守ってますよね、しっかりとねっていうような構造が多分生まれてきていて、最近新しく立ち上げてるのはやっぱ最近入ってきてる新卒だったりとか、まあ、中途のちょうど30前後の人間だったりがやっぱり新しいものを作っていくみたいなというふうにはなってますね。ちなみにこの部署間のこの、まあ、移動であったり役員の担当領域をまたぐような移動ってなかなかこのはいはい、はい、ほっとくとこう人の取り合い で、ね、うちから抜くなよみたいな話になりますよね。そうですね。結構西田さんがもう結構強引にやる感じなんですか。うちもでもそこでセクショナリズムがすごく起きちゃって、はい、動かなかったんですよ、うん、でそれこそサイバーさんがやっている決め切る合宿、あの何でしたっけ、なんたら合宿あるじゃないですか、はい、的なもので100人の若手のイケてるやつをみんな推薦させて、うん、部長陣から、はい、で100対経営陣の合宿をするんですね、うん、でその100人にコミュニケーションを取っていくので、うん、そうすると、まあ、移動とかも俺次これやりたいんですよねとか、うん、私これやりたいんですねみたいな100人からは必ず来るようになったん で、 なるほど。でこの100人は辞めさせちゃいけないよねっていうようなカルチャーで、役員もみんなこう、いやこいつちょっと危なそうですみたいな、そうそう、そんな形になっていってますかね、はい、平尾さんのところもかなりそのメリハリみたいなことは、今ので言うと部署間の移動みたいなことも、はい、まあ、MA やられてみたいなこともあると思うんですけど、はい、そこはどうやって決めてるんですか。そうですね、もともと多分うちの会社に入ってくる人たちは結構野心的な子たちが多いので、特に 2,3 年目とかすごいですよね。そうですね、一度ご講義していただいた時も噛みついたやつがいて申し訳なかったんですけどそうですね、でその時に私も思ったのはやっぱり会社の中で非連続な成長を何回転できるのかっていうところは結構入社の前からもう動機づけとして結構彼らがあるんですよね。例えばじゃあうちでも今セルサイドアナリストが一人いますけども、まあ彼らなんかはどちらかというとどこの会社でも引く手あまたで、多分バイサイドに行くでもいいでしょうし、もう一回セルサイドでどこ行っても大丈夫でしょうし、そういうアナリストを社内で、そうですそうです、はい、で彼がまあ IR をやるんですけど、これは多分まあ連続的成長のなんか、もしくは一回もやったことないで非連続と知っておるみたいな一回転目じゃないですか。でそれで終わろうとしたら彼らのやっぱりバリューにならないわけですよね。エンプライアビリティを上げる中で1回転目は多分どなたでもできちゃう、どの組織でもできちゃうので、結構次元って3回転はそこで成長せよということを言ってます。で1回転目うまくいくと大体ヘッドハンティングされまくるんですけど、そことの VS で毎回そのクォーターでミッション面談しながら頻度上げてやってったりとか、さっきの二方の先輩の話もありましたけど、やっぱりその情報をやっぱり吸い上げていく仕組みみたいなところは次元クエストっていうですねシステムが社内であって、いわゆる人事データベースですね、ここを活用しながらやっぱり本人のいわゆるウリキャンマストみたいなところを引き出して、それ以上のミッションを絶対ド S で出すんですよね。 200% ぐらい絶対無理だろうみたいな、こんなことでやりながら、まあ、ある程度の求心性を保ちながら、きちんとした関係性で仕事と人との関係性を描いていくということをやっていてます。必ず3回転をさせます。3回転で、はい、でそこで、まあ、お三人にこれも伺いたいんですけれども、私もまあ、セプテーニとかのお手伝いを、まあ、社外取りとしてやっていまして、で業歴が長くなってくれば長くなってくるほど
で特にあのセプテニの場合は、まあ、AI 人事みたいなことで配属も最適化できるようになってきていて、戦力化のスピードみたいなこともかなり見える化されてきているので、ちょっとあの顕著なことが出てきていまして、でそれで言うとこれ言い方難しいんでオフレコでどこまで言うかっていう感じなんですけど、長年いる人たちと若手の逆転現象みたいなことですかね、まあ、それはあの事業ドメインも少しずつ動いてきてるからっていうことだと思うんですけれども、15年選手ぐらいと4年目ぐらいと比べた時に、実は若手にその再回転させたいなみたいなことが出てきていて、あのベンチャー業界も緩やかな年功序列になっていたかのようなことがですね、完全に溶けてきてるなって思ってるんですよ。でもあのさっきのそのエンプロイアビリティみたいなことを挙げようとすると、やっぱり若手のこれからの事業を作っていく人たちに機会を渡していくっていうことをしていかないと非連続の成長できないっていうことだと思うので、この辺のその求められてる人材像の変化への対応って、まあ、ある意味 K トップは決めるしかないと思うんですけれども、どうされてるかっていうのはどうなったかどうですか。まあ、さっきの、ね、西田さんの話と同じで、我々も今あの会社の中にいわゆる PL の単位でいくと12、3ぐらいあるんですね。で、まあ、そうは言ってもその中で、もう2002、3年ぐらいから始めてるいわゆる石ナビっていうメディアのビジネスもあれば、まあ、これもそうは言ってもまだ売上で、まあ40、40、50ぐらいあって利益も 4、5 ぐらい出てる、まあ、そういう結構プロフィタブルな美事業なんですけれども、一方で、まあ、7、8年ぐらい前から始めたアドテクの事業っていうのはもう今売上の6割以上占めていて、まあ、この中にまたそれぞれこの子会社であったりとかいうので、まあ、4つか5つぐらいあるって、まあ、こういう状況です。でこの、まあ、結果何が起きてるかというと、やっぱりこの新卒、昔新卒とかで入った人たちがこうやっぱり 2,3 年するとそういうその安定運用に入ってる事業ってやっぱどうしても飽きてきてしまうので、そういう人たちがやっぱりその新しい領域のところにこう移って、またそこまで立ち上がってくると、またこうそこに新しく入ってきたらまた新しく移ってっていうように、常にその会社の中にある意味そういうこの新陳代謝的なこの仕組みをどう作っていくのかっていうのは今結果として起きてきています。で一方でこう課題になってくるのが、このプロフィッタブルで、まあ、でも安定的にこの回ってるところってどんどんその古い人ばかりになっちゃうんですよね。金のなる木みたいなところですね。はい、金のなる木なんですけれども、でもこうここ自体もやっぱりその業界の大きな流れの中でやっぱり変革しないと、やっぱりこう安定しても落ちるときってガクンって一気に落ちてしまうので、こういった部分にいかにそのじゃあもう一度その大きい構造変化をどう起こさせるようなその取り組みをしていくのかっていうのはすごく悩ましいなと思ってます。でも絶対イノベーションのジレンマみたいなことになりますよね、はい、変えたくないっていう。そうですね、はい、しかもそういう人たちがやっぱり残りがちなの で、 そ う、 です、ね、はい、うちはあの、うん、一応役員は平均年齢30代、うん、で社員は平均年齢20代をキープするっていうのは決めてるんですよ、うん、そうしないと結局あのキープヤングになっちゃうので、なんで役員もちゃんとあの宇佐美さんのところもやってますが、入れ替えは必ず何年に何人以上入れ替わるっていうのを決めていて、もう全員もうあのそういうふうなつもりでやってるので、まあ、そこちゃんとやりますと。でやっぱ既存事業の古くいる方々はこれいい人たちがやっぱ多くて、会社大好きで、もうあの会社へも強いので、よく新規事業側の人たちにはやっぱその事業がいずれなくなった時にみんなが移れる場所を我々作っていかなきゃいけないよねっていうのを、まあ、若手に、どっちかっていうとオペレーションドリブンな領域っていうことですね。そうなると思いますね。大体はこの辺も僕ぶっちゃけ思ってるのは、リクルートとサイバーさんのちゃんと真似をオリジナルですれば大抵のことはあるっていうぶっちゃけ気がしております。これ言っちゃうとこの話終わっちゃいますけど、はい、リクルート出身の平尾さんとしてはどうでしょうか。そうですね、あのリクルートの方もいらっしゃるんで私なんかが語っていいのかわからないんですけど、私たちはですね、どちらかというとその何ですか、今日のテーマってちょっと本当にアンチテーゼで申し訳ないんですけど、多分今日ここに座ってしまったがゆえにちょっとあの語らなきゃいけないんですけど、どちらかというとそんなにうちはそのじゃあベテランの社員に対して何か得意なことをしてるかっていうと、あえてしてない会社でして、もともとそのスキルベースでそんな採用あんまりしてなかったので、 IT 企業であるんですが、オペレーショナルでもスキルフルでもないような方々で、変化に対応できるアントレプレナーシップ持ってる方しか採用しないということをやってたので、事業作りたいなって。そうです、そうです。なので、まあ、これからの時代もそういう方々が私は活躍するんじゃないかと思ってますし、
次元を超える事業家集団というふうに言ってるのもやっぱりそういう意味があって、事業で社会に問題解決していく中で事業家として外でもできんだけど次元と一緒にやったらもっと面白いよねっていう子たちばっかり取ってってるので、割ともう年齢とか全く見てないですし、私自体一番多分若いかもしれないです、役員で一番若いくらいの形でもやってたりするので、あまりそういう年が上だからなんとかとか下だからなんとかとか一切社内では言わない会社ですね。むしろ離職率みたいなことも、まあ、さっき の, その対等の関係みたいなことでいうと、はい、あまり気にしてないっていうのが、はい、そうですね、まあ、やっぱり遠心力と求心力は設計はしているので数十パーセントの範囲内っていうのはもちろんあるんですが、どちらかともう KPI 必ずうちの子たちは他社から口説かれることっていうぐらい、もう何回口説かれてるのかとかめちゃくちゃ来ますけど、私にも来ます、はい、株 70% 持ってるのに未だに来るんですけど、まあ、それが逆に言うと誇りでもあるし、そういう組織をずっと作っていくことが大事なのかなというふうに思いながらでも繰り返しになっちゃうんですけれども、そういう意味ではそれでも次元に残ってやりたいっていう何かやっぱり源泉があるっていう、ね、そうですね、やっぱりそこ自体はやっぱり事業機会であったりとか、やっぱり価値をやっぱり単年度の PL だけじゃなくて無形資産であったりとか拡大再生産していく中で、おそらくあの3番目の話もつながってくるんでしょうけど、オープンイノベーションで最近 NTT ドコモさんとかとご一緒させていただいたりとか、個人のやっぱりピンの方たちはやっぱり食っていくことはできるんですけど、次元の舞台を使った方が、プラットフォームとして使った方が面白い仕事ができるし、自己実現にもつながるし、やっぱりリーダーの心で社会にも還元できるんであれば残る、この天秤でやってってるので、今までって学生ベンチャーも2社やってたんですけど、どちらかというとその中の床をピカピカ磨いてそこの上に舞台を作っていくってことも大事なんですけども、外の舞台とかも比較した上でコンビネーションでそこのネットワーク資産とかソーシャルキャピタルもセットで考えた時にどっちがピカピカなのかみたいなのを経営者として場作りをするのが大切なのかなというふうに思ってます。はい、やっぱりその成長の機会を見せる、あるいは活躍してほしい人たちが活躍できる場をどんどん作っていくっていう今の3社の話じゃないかと思うんですけれども、このコネクテッドインダストリーズっていうところにどこまでこだわらなきゃいけないかっていう話はあるとするとですね、一方で、まあ、今日のテーマととても関係があると思うんですけれども、まあ、ベンチャー業界自体もどちらかというとカジュアルな、まあ、ゲームとかのサービスから少しシリアスものに、まあ、富山さんなんかよく言ってる話なんですけれども、規制とちょっと戦っていかなければいけないようなところとに、まあ、主戦場が少し動いてきてるっていうようなこともある中で、大企業と組むみたいな話もあると思うんですね。で、今日の話もあったように、ただ一方では私もたくさんお手伝いをしていると、まあ、大企業、今の NTT ドコモさんのお話もこれもちょっとオフレコでどこまで言えるかもあるんですけれども、スピード感合わないとか、あるいはその、まあ、難しさみたいなこともあるんじゃないかと思っていて、そもそもコネクティッドって言ってる時に大企業に組みたい人たちがいるのかとか、なんか その辺もちょっと お伺いしたいなと思うんですけれども、会社の中でですかね、まあ、でも最近去年の12月にイオングループの梶田区さんと一緒に、こう彼らもともとのいわゆる店頭でいわゆるハウスクリーニングであったりとか、エアコンクリーニングであったりとか、そういう販売をしてるんですけど、やっぱネット全然強くないというところで、じゃあネット部分は一緒にやりましょうという形で協業の方のリリース出したんですけれども、まあ、ビジネスのベースで見るとやっぱり大企業さんと一緒にそういうその彼らのやれてない部分と、でも彼らすごく強い意味を持っている部分と、我々の中でネットで事業を作っていく部分をうまくこう組み合わせていくっていうのはやっぱり今後増えていくんじゃないかなというふうに思っています。あともう一つ思っているのは社外取締役の制度をもう少しうまく活用していきたいなと思ってまして、今我々の社外取締役に日本コースの金部さんに入っていただいてっていうのをやってるんですけれども、やはり全然そのネット業界だとどうしてもどっかでこう競合してしまったりとかっていう、どうしても起きやすい部分がある中で、全然違う業界の方に社外取締役で入っていただくっていうのは、でかつその経営者の方に入ってもらうっていうのはすごく私自身にとってみると、その学びの機会として大きいなというふうに思ってます。逆にまあもしかしたらその私自身が他のそういったところに入るであったりとか、もっとそういうような形で新しい視点、はい、みたいなことですかね。そうですね。っていうのがあると、実はその現場レベルでのこのコネクテッドって話と、うん、経営陣レベルでのこのコネクテッドみたいなものっていうのが、まあ、特に経営と執行が分かれてるっていう、はい、ケースの場合には、うん、私も今5社社外取りやってるんですけれども、うん、そういう意味ではその中立的な客観的なところからちょっと違う視点を入れるっ
っていうところでのコネクティッドみたいな話かな、はいはい、なんかあるんじゃないかなと思いますね。うちはちょっとないですね、ごめんなさい。ただ、まあ、ただ、ジンジャーっていうプロダクトをやり始めてから、結構そういう大手さんからの引き合いがすごい来るようになったんで、あ、大手さんはプロダクト、すごい多分イノベーションジレンマで、こういうの作りたいなと思ってるんだけど、やっぱなかなか作れなくて、でもこんなことあったらいいよね、みたいなところが多分あって、で、お、ここ面白いことやってんじゃんって言って、いろんなところから声がかかるみたいな構造なんだなって最近ようやく気づいて、今勉強中みたいな。どの部分をつなぐかみたいな話ですかね。そうですね。平尾さんのところは、そうですね、まあ、今のドコモの例もあると思うんですけど、はい、そうですね、どこまで申し上げるか、あるんですけども、私たちもその3年半前ぐらいにマザーズに上場させていただいて、やっぱり資本政策考える中で、まあ、キャリアさんというのは IT の分野のやっぱりすごい、まあ、鏡みたいな TMT セクターのやっぱり、まあ、巨人たちですからお持ちする時あったんですけど、やっぱりその大企業の方々もやっぱりオープンイノベーションの今ブームうねりっていうのを私本当にすごい体感して味わいました。やっぱり3、4年前とお話した時よりもやっぱり前のめりでありますし、私たちっていうのはベンチャーでまだ本当に小粒の売上も100億に満たない小さな会社なんですが、その中でもやっぱり私たちと資本提携もなく事業提携のみで独占的にその求人分野で求人サイトをご一緒にさせていただくっていうことができたっていうのは、かなりちょっと時代も含めて彼ら自体も動きが社長も変えられて変わってこられたんじゃないのかなっていうのは本当に強く思います。一方で競合の多分 KDDI さんがかなりこうベンチャー業界と蜜月な感じになってるっていう、蜜月号な感じがあるのでっていうところもきっとね、ドコモさんとしては終わりかなって気がするんですけど、だからいいタイミングでいろんな多分複合要因で多分業界であったりとか大きな会社さんが動かれて変わってくるタイミングなのかなと思っていて、正直多分そこまで私たちの事業計画ってどこの会社と組んで大きく成長していくってことは一切言ってないんですが、やっぱり M&A なんかもやっていく中で実績が出てきて、さっきの価値の拡大再生産につながって、結構ですね、私たちの中でも決算説明会をしたらそこの場にそのいわゆるバイサイドの方とかセルサイドの方を、ま、あの来ていただくためにやってるんですけど、そこに大企業の違う方々がいらしていただいて、次元と組みたいんだよねとか言っていただいたりとか、わざわざ株主になってきてたりするとかですね、相当多分調べていただいてるんだなっていうのは、全インタビューとか20個ぐらい私の愛情友情平尾城とかあの辺も全部あのご存知の上で接触いただいたりとか、それ相当言ってるから知ってるんだと思うんですけど、相当言ってるんですけどね、びっくりしまして、はい、こんな感じでやらせていただいております。はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだ伺いたいんですが、一旦フロアに開いて、今日行ってなかったですね、そういうの自己紹介のタイミングなかった、ごめんなさい割愛してしまいました一回ちょっとフロアに開いてですね、お聞きになりたいことたくさんあるじゃないかと思うので、ご質問だけパパパパッと 3,4 人取りたいなと思うんですが、いかがでしょうか。じゃあ高島さんと、はい、じゃあ時田さんとお願いします。先ほどよりお名前もちょっと教えて、ネクストリーマーの向井と申しまして、はい、先ほどより、何でしょう、マーケットがそのシリアスな方に行くっていうふうに話があってですね、我々対話システムの会社でして、結構その、まあ、自動車メーカーとかロボットメーカーと密にやってるっていうところで、まあ、困ってるところはですね、結構もう向こうの社員の方こっちに出向に来てるんですよね若い方が、はい、でそこはすごく盛り上がっていいんですけども、でトップとも握ってるんでいいんですが、やはりその真ん中のマネジメントに結構潰されてるってすごくあるので、そのよりただシリアスな、ところに行くためには、やはりその大企業、いわゆるそのトップ30の会社と組むって大事だと思うんですけど、その辺をどういうふうに考えてるかと期待です。大企業の組み方みたいな、高島さん。はい、MA なんですけど、今ちょうど創業42年の会社と経営統合やってるんでなんていう名前になったんでしたっけ、会社名。ですね、オイシックスドット第一というですね、非常にかっこいい名前に変わりました。素敵。はい、ありがとうございます。来月から変わります。それでやっぱ MA やってると、まあ、カルチャーも、まあ、人材のモチベーションも評価制度、まあ、あらゆるものが人事的に組織的に違っていて、でもそこに時間かけてるとすごく内向きになっちゃって、まあ、世の中の競争環境に追いついていかなくなっちゃうので、まあ、できるだけ短期的に効果のある方法だけやって乱暴にやって前に進まなきゃいけないなと思ってるんですが、まあ、MA とかを通すときに、まあ、その有効だった統合の手法、人事的なものを知りたいです。はい、キュルキュルの時田です。今何をやったらいいかとかどうしてるかって話をよくお聞きするんですけれども、なんかその後で一番
大変だなと思うのはやりきることってあると思うんですね。でそのやりきることということについて、まあ、経営者さんたちがどういった情報発信をしているであるかとか、まあ、仕組み化や工夫をしているかということをお聞かせいただきたいです。ありがとうございます。それではちょっとどれを どなたが答えたいっていうのも挙手制でいきたいと思うんですが、一つ目は平尾さんですよね。あ、一つ目ですか、わかりました。ミドルの方ですよね、いらした方。私いいですか、もう時間があれなんで答えさせていただきますと、まあ、私たちもその M&A であったりとか相当やってますし、さっきのオープンイノベーションの事例で言うとやはりそういう話はあります。で、まあ、私たちに出向していただいている方は今回いないので、まあ、例えばその共通のパートナーがいたりとか、もしくは彼らのやっぱり部長さんもしくは課長さんと、じゃあ次元だったら私がいつ出るのかとか、 PMR の平尾さんの方が先輩方はすごいですね。やっぱ上下関係あるんで、これやっぱり言われたら答えしなきゃいけないですから、私なんかが高島さんに申し上げれることはないんじゃないかなと思うんですけども、やっぱ組織はですね相当やっぱり PMI 難しくて、私たちが今よ、まあ、唯一できてるなと思うことは、やっぱりそこのカルチャー自体を変えるのかどうかっていうのは、そのお見合いの前ですね、 DD の前にお会いするタイミングでかなりやっぱり仮説を立てていきます。なのでそこをダイバーシティとして、うちで言えば子会社にシステムのブレインラボっていう会社があるんですが、そこなんかはあえてカルチャーあんまり変えていなくて、そこを新しいケイパビリティにするんだっていうことにしてやってってるので、例えばそこに阪大のまあ医学部出てんだけど、そこからまあエンジニアになりたいって子が入ってきたりとか、新しい結節点にしながらやってってるってことをやってます。お手伝いしている感じで言うと、でもフェーズもあるかなと思っていて、求心力系の M&A なのか遠心力系の M&A なのかみたいな、今日の話で言うとすごいあるかなと思っていて、何か買ったところにそのくっつけていくっていう、あるドメインのところにつけていくっていう、その周辺の M&A だと多分これ相当求心力働かせるんだと思うんですけど、新しい事業を立てるみたいな形での M&A だと、未来を買うみたいな話で言うと、もうある意味評価制度も一緒にしないで MA したらもう放りっぱなしみたいな形にしていかないとうまくいかないんじゃないかなっていうのはちょっと私は思ってたりはしますね。あと時田さんがおっしゃった やりきるところの話で言うと、これもまあ結局トップがどこまでやり続けるかに尽きると思うんですけど、僕らだと400ページぐらいの僕の本があって、社内だけのですね、でそれがまずみんなに配られていて、でそれの読み替えもありますし、すごい古典的なんですけど読み替えもありますし、 e ラーニングでテストがあるんですね。要はちゃんと理解してるかどうかのテストがあって、これと全く同じ英語版があって、で英語版のテストも海外では全部やってたりするので、まあ、結局どこまでやんのみたいなところに尽きるんですけど、ある程度社員がその1000人2000人3000人っていうフェーズの中で言うと、正直そのいわゆる憲法はちゃんと理解してないみたいな部分が結構重要かなと思ってるんで、そこはある程度強制的に理解してもらって、あとは合衆国スタイルみたいな、そんな感じですかね。はい、そうですね、そうですね、さっきの高島先輩にもう一つだけあったのが、すいません、高いところからこれカットじゃなくてお願いします。はい、やっぱり結局何ですかね、私も買収して、その買収先の最近名古屋の会社とかも印刷会社さんを買わせていただいたので、カルチャーも違えばドメインもちょっと違えば、もうスタイルも違うし、うちよりも平均年齢10歳上みたいな感じだったので、もう私こんな感じでチラシの会社ですよね。で新聞とかも私一生多分やんないんだろうなと思ってたところに対していろいろやってってるんですけど、まあ、非常に面白いんですが、やっぱり最初にそのお会いした時に社員の前でバーンとやるわけですよ。まあ、結構東京でも浮きますけど、名古屋でもっと浮きましてもうポカーンですね。でポカーンから入ってって、そこでまあしょうがないです、自己紹介なんでそれで終わりでいいんですけど、やっぱりそこからやっぱり最カタカタの結局事業戦略と組織戦略が融合していかないといけないと思っていて、その時に結構最近でもやってるんですけど、印刷のやっぱり勝利を変えるとか、ちょっとネットじゃないアプローチとかもかなりやっていて、いろんなことをバリューチェーンをぐる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 やっていて、もう素人ですよ、紙は素人なんだけど、とりあえずここまでやらせてくれっていうところのカタカタの計画をまず見せて、そこで100日経ってって、だいぶその求心性も上がり、誰も離職が出ずうまくいってるっていうのがあるんで、やっぱり最後はやっぱり背中でやっぱり示さなきゃいけないところを早く見せることっていう、まあ一般的な、すいませんこの壇上から言ってしまうあれなんですけども、それは8件今 M&A やってる中で言うと、まあ、最後そこしか経営者って語ることはできないなっていうのはやっぱりどうしても
一般的で申し訳ないんですが本当に感じます。それができるともう1回転目が本当にすごい伸びるので、今そうなってる会社も今打率我々9割ぐらい PMI 成功してて、一番うまくいってる案件は、まあ、20億ぐらいで買った会社が2年半で EBITDA ベースで回収ぐらいのめちゃんこ伸びてるんですよね。はい、これはやっぱり2回転目がめちゃくちゃいいので、これ1回転目を固く見せて、この人についてたらなんかギャグ言ってるけどうまくいくんだなみたいなところまではそこまで信じてくださいというところをいかに実績見せてやるか、はい、そんな感じでやってるんで、結構先方からすると本当に印刷会社からするとネットは魔法だみたいな、そんなところから入っててますから、魔法じゃ1回お見せしますよと。で印刷のところの省流変えたんですけど、はい、こんな感じでやっております。すいません、ありがとうございます。あと10分切ってきて8分ぐらいなんですけれども、最後にちょっと皆さんそれぞれにですね、やっぱりこの、まあ、今日のテーマであるところのコネクティッドインダストリーズの中でいうところの、どう考えても、まあ、これから AI が入ってきたとしても、この労働、まあ、人材っていうところは各社の本当に比較優位性になっていく、むしろ事業開発もすごく重要なんですけれども、組織開発がもしかしたらコアコンピタンスのすごくサインになっていく。ただしこれって一足飛びにできないというか、かなり仕込んでいく時間というようなところもあるんじゃないかと思うんです。ここから先に向けて各社さんが、やっぱりうちはこういう思想でいきたいなと、いい人たちを集めて事業をブーストさせていく、あるいは非連続の成長イノベーションを起こしていくっていう時に、ここをものすごく考えていきたいなっていうところを最後にちょっと3人それぞれご披露いただいて終わりにしていきたいなと思うんですが、宇佐美さんからでいいですか。ちょっとまさにその昨年その役員の中で話をした内容と被る部分ではあるんですけれども、先ほどその今までこう求心力でやってきたっていう部分から、この遠心力を生かしていくっていう、その遠心力で生かすやりすぎちゃもう完全にもうバラバラになってしまうので、このベースのその理念であったりとか一緒にやっていこうっていう、そういう思いはベースにしながら、いかにこのグループっていうところの中でその子としての強みを生かせるようなこのグループにしていくのかっていうのを考えています。で、まあ、昨年こう社内の中でも、まあ、今後その新しい領域を取り組んでいくにあたって、まあ、将来的にその子会社上場であったりとかそういったところもありだよという中で、まあ、領域を広げて任せる部分は任せていくと、まあ、権限以上も進めていくよということを進めています。まあ、実際今採用周りも今まで、いわゆる本体採用で、まあ、最後僕も必ず面接をするっていう形だったものを、まあ、新卒は今僕もまだ出ていますが、中途採用に関してはもう各個別の子会社の役員のところでも全部完結するように、任していくっていうことを行っていますし、まあ、その延長線上の中で、まあ、評価のやり方であったりとか、評価の仕方そのものも変わっていくこともあり得るだろうなっていうことを思いながら今進めています。だまあこれはこうあまりこのドラスティックにやりすぎると本当にこう遠心力が働きすぎてしまうなっていう部分もあるので、まあ、これ本当にこう、そろりそろりとどこまでやったらどういう反応が出るんだろうということをちょっと試しながらではありますが、まあ、徐々にそういう方向性に向かって今進めているというところになります。ちょっと話それるかもしれないですけど、多分僕らの業界は人材業界なので、非常にこう騎馬戦の戦いから鉄砲に変わっていくちょうど時期だなと思ってるんですよね。あれですけど、いろんなそのお金をもらって人を取りに行くっていう時代から、それこそインディードのようなものが黒船のように入ってきて、どこまでこれ変わるのみたいな、まあ、非常にこうものすごく面白い時代だなと思っていますので、ただこれであんまりその鉄砲ばっかり開発しに行っても結局持ち金なくなるし、騎馬戦ばっかり磨いて騎馬の戦い方ばっかり磨いても、まあ、結局気づいたらいきなり爆弾落とされて終わるみたいな、まあ、ところに今自分は存在してるなという自覚を持っておりますので、まあ、結局ここアンドで、まあ、ちゃんと作っていくしかないなっていう、このジレンマをちゃんと解消していくしか、勝ち続ける組織を作る必要、まあ、可能性ってないなと思っている部分があるので、そこはすごく意識しながら
やってます。なので、既存のビジネスをより強くする、まあ、それこそ、リクルートさんにしろ楽天さんにしろやっぱり営業が強いっていうのはあったと思いますし、まあ、牧野さんもよく言ってますが、まあ、日本の B は、まあ、法人の部分はなかなか最終的には、まあ、テクノロジーが支配してこないんじゃないかなという部分も思うところもあるので、まあ、そこも思いつつ、まあ、それを壊すものを中で作りつつというのを、まあ、できる人材を揃えていくというところにこだわって生き延びていきたいなと思ってます。はい、そうですね、次元も今11年目で創業から10年連続増収増益っていうのができまして、で業界だとヤフーさんが19年で20年目が現役になっちゃったというのがあったので、まあ、あと10年うちもですねやって次元を超えるぞというところがありまして、そのためにもですね組織っていうところを頑張んなきゃいけないんですが、私学生時代に2社起業して、その後リクルートという会社に入ってサラリーマンやらせていただいて、もう一回起業してやらせていただいてるんですが、やっぱりその学生時代と今のスタイルっていうのは本当に真逆というか、リクルートで学ばせていただいたボトムアップの経営といかにこんだけ会社が盛り上がって、まあ、すごい勢いで世の中変えられるんだっていうのを勉強させていただいたんですが、そしてやっぱり今トップダウンとボトムアップみたいなところの組織でこの10年ぐらいやらせていただいたんですよね。でそれはそれでまあ次元 1.0 としては良かったんだろうなと思いながら、まあ、最近やっぱりそのまあ我々も今社員数400人ぐらい迎えてきていて、まあ、グループも今10社ぐらいになりそうな中で、まあ、かなりやっぱり大企業病っぽいミドルの問題であったりとか、さっきの問題がいっぱい出てくるんですよね。でそれミドルアップみたいなのは普通の会社ではそういうテーマにしていくんですけども、私一方でも孫さんがやっぱり10兆円のファンド作るとか、だそういうのを聞いていたりすると、あとロボットの会社買うとか、あのスピード感というのは本当に恐ろしいなと、どん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 逆に頑張ってたつもりが離されてってんなっていうのを感じておりまして、だ最近ちょっと考え改めてボトムアップミドルアップでトップダウンじゃなくてトップアップっていうのをやらないとこれからの組織も厳しくなるだろうなと思っていて、さっきのやっぱりドコモさんの事例もやっぱり我々がドコモさんを熟知していなければ提携が取んなかったと思うんですよね。私やっぱり HR の分野から入ってキャリア進んでったので、会社オタクで、まあ、いろんなリクナビ7000社の名前全部暗記するぐらいのレベルでやってったので、結構好きだったんですよね。他社の会社の何がエクセレントなのかとか、何がケーパビリティとして無形資産があるのかみたいなのをひたすらオタクでやってったので、結構この要素を掛け算でコネクテッド、インダストリーズというところに経営者もそこ自体が全世界がリソースになってきてる中でトップアップでやってったら、またちょっと違う比較優位が作れる会社になるんじゃないかなと思いながら、次の10年20年に向けて増収増益も頑張っていきたいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。はい、まあ、締めていただいたんですけれどもすみません、私も締めたいなと、個人として締めました、はい、ありがとうございます。まあ、かなり濃密な、実は本質的なことを3人から伺ってきた感じじゃないかと思っているんです。で、ある意味ベンチャー業界もやっぱり過渡期というか、月に向けてという状況になってきている中でいうと、いろんな話が出てきましたが、チームでイノベーションを起こす、それから、もしかしたら今いる要素の中での下克上とか、そういうことが起こってくる、これからできる人たち、未来のを作れる人たちにどんどんリソース配分を、まあ、して成長の機会を、提供していくというようなことを、おそらく3人の方言っていただいたんじゃないかと思います。その上でやっぱり私最後にこの経営トップの役割がますますすごく、最後平尾さんが言っていたことと近いんですけれども、ここが目線をどこまで上げられるかっていうことがものすごく重要だと思っていて、ますますこの経営トップの方々のなんか人に対する組織に対する哲学みたいなものの差異がここから出てくるんじゃないかなということを伺いながら思った次第です。皆様今日はありがとうございました。